こんばんは。アスレチックユニバースの榊原瑞希です。この番組はクラウドファンディングサイトアスレチックユニバースを利用し、夢を叶えようと頑張っている学生の皆さんをお呼びし、お話をお伺いしていく番組です。第3回となる今回のゲストは、学生団体 DMAX 代表の相馬拓也くんです。相馬くん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。現在大学4年生で学生団体 DMAX の代表をやっております。今回相馬くんをお呼びしたのは、実際にアスレチックユニバースでプロジェクトを立ち上げて活動をしてくれています。そのプロジェクトというのが、東京一のミスターを決めるミスターユニバーシティオブ東京を開催したいというプロジェクトなんですけども、これはどういったプロジェクトですか？ミスオブミスっていうイベントがあるんですけど、そのミスターバージョンってないんですね。それで今回ミスターにフォーカスしたイベントやりたいなということで、キングオブミスターですかね、を決めることが目的です。なるほど。今までもそういったイベントというのはたくさんやられてたんですか？イベントは今回が初めてなんですよ。そうなんですね。何かこのようなイベントをやろうと思ったきっかけっていうのはあるんですか？そうですね、友達に呼ばれて、その学生居酒屋5周年記念パーティーみたいなのに招待していただいて、そこで学生だけでこんなすごいことできるんだって思って、振り返ると僕何もやってないなっていうもどかしさに駆られてしまって、で何かやりたいなと思った時に、このミスターオブミスターがパッと頭に浮かんで、実際にその日のうちに企画書を書いたりして。そうなんですね。頭の中にパッと浮かんだっていうことだったんですけど、何かこうもともとそういった声を聞いていたとか何かあったんですか？ミスコンってすごい注目されてるけど、ミスターって全然注目されないよなと思ったんですね。このプロジェクトを進めるにあたって学んだことだったりとか、何か実際にやってみたからこそ分かったことっていうのはありますか？企画柄お金っていうのはすごい大事になってきて、よく営業に行くんですけど、僕たちの企画書を出して、こんだけ費用出してくれたらこんだけ効果も、費用対効果ですよね、を提供するっていう企画書にしても、やっぱりあまりいいコメントをいただけなくて、僕たちは君にお金を出すんだから、君のやる気だったり人間性、そういうのを見て出資するわけであって、その企画書とか数字で出してるんじゃないよって言われた時に、人ってお金とか利益で動くんじゃなくて、本当に感情とか信頼で動くんだなっていうのはすごい勉強になりました。なるほど。もともとはやっぱりそのメリットだったりとか、どれだけメリットがありますよっていうのを伝えれば人は動くだろうと思ってたっていうことですよね。そうです、そうです。いろんな媒体、例えばティッシュ配り、1人にリーチするのにいくらかかる、YouTube で1人にクリックさせるのいくら、でも全部並べて自分たちの媒体はいくらです、でしかもこの媒体はすごいバズ力もあって、だから絶対投資した方がいいよねっていう風に言うんですけど、やっぱり違うみたいですね。なるほど。メリットより人ですよ。なるほど、人間力というものですか。そうです、そうです。そうするとやっぱり周りの反応っていうのは変わってきましたか？そうですね、僕が熱くなることで、その営業先ではなくて周りの人とか関わってるミスターたちもやる気になってくれるんで。今実際にこのプロジェクトの進捗状況、今後の活動に関してはどういったことをされていますか？現状ってことですかね、はい、現状22大学ぐらいに参加が決まっていまして、で今も撮影もほぼ全部終わっていて、特集ページの撮影を今やってるんですね。キス顔とか、ミスターの肉体とか、そういうよくある女性雑誌の特集ページ、そういうのもいっぱい入れて楽しいフリーペーパーにしたいなっていうのもありました。フリーペーパーっていうのはイベントに出るミスターのフリーペーパー紹介っていうことですね。紹介してまだ1回目なんで話題性もないんで、そこで話題性を作ってからイベントにお客さんを動員できたらなっていう思いですね。なるほど。このミスターを集めるのは大変でしたか？めちゃくちゃ大変ですよ。あ、130大学にまずメールを送って、おでレスポンス返ってきた大学に企画書だったり、こういうことやるんです、当然シカトする大学もめちゃくちゃ多くて、あとはそのミスターのつながりですね。つながったミスターの友達のミスターとか、その友達のミスターの紹介とか、そういうのでうまく。なるほど。私もちらっと見させていただいたんですけど、プロの方にお願いをされてるんですよね、撮影などは。僕の周りのカメラマンさん、あとはその提携しているアパレルブランドのカメラマンさんで全部撮影してます、結構本格的なフリーペーパーが出来上がる予定なんですね。そうなんです。
このフリーペーパーはいつ発刊されるんですか？そうですね、1月中旬から下旬にかけて各大学、あとはその都内のフリースペースに置く予定です。それはじゃあ一般の人もフリーペーパーなので見れるってことですよね？じゃないんですよ。じゃないんですか？ほぼ学生限定っていう感じで、営業も学生にリーチできるっていう名目で出してるんで。はい、では社会人の私は見れないということですね。そうですね、特別枠で僕が渡すしかない。じゃあ特別枠でお願いします。任せてください。あとクラウドファンディングで1000円出してくれた人には郵送でフリーペーパーを送るという。なるほど、それはぜひ社会人の方はぜひぜひ。メインとなるミスターユニバーシティオブ東京イベントっていうのはいつ開催予定ですか？イベント自体は3月の下旬ですね。フリーペーパーを出してから約1ヶ月間投票、ウェブとフリーペーパーに入ってるハガキで行うんですけど、この2つの投票を1ヶ月やった後にイベント、このイベントに向けても着々と準備が、そうですね、進んでいるということですね。その中で相馬くんは全体の総括というのを、そうですね、やってるということですね。ありがとうございます。ではここまで相馬さんの話をたくさん聞いてきましたが、そんな相馬さんの今後の夢についてお伺いしたいと思います。はい、まあ、僕の人生のテーマっていうか目標があるんですけど、需要を作りたい、今ない需要を作りたいっていうのがあって、実際今のこの企画もそのミスターの需要がないって言われてる中、まだ成功するかどうかわからないんですけど、新しい需要を作りたいという気持ちです。で今後もそういう新しい需要、みんなが気づかなかったようなことを世に出していきたいですね。ありがとうございます。そういった思いを持った学生さんがたくさんいるということを、このラジオ番組を通して皆さんに伝えていければいいなと私も思っております。本当に相馬さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ラジオアスレチックユニバース、お相手の榊原瑞希でした。今回のゲストは学生団体 DMAX 代表相馬拓也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。